それでは大変お待たせいたしました。新 A リーグ第16戦日刊スポーツ杯、本日12レース優勝戦に出場する6選手の入場です。皆様拍手でお迎えください。選手入場です。まずは1号艇篠崎元志選手、続いて2号艇は早原優希選手、続いて3号艇下條雄太郎選手、続いて4号艇桑原優選手、続いて5号艇坂本博人選手、そして6号艇宮崎進選手、以上6選手に皆様盛大な拍手をお送りください。さあ、それでは選手の皆さんはご着席いただきまして、篠崎選手は真ん中行きましょうか。はい、あ、前通っちゃいました、失礼しました。まずは優出おめでとうございます。ありがとうございます。ここまで準パーフェクトの勢いということで、船足はもう万全に仕上がってますか？そうですね、バランス取れて上位の部類だと思います。特徴というのはありますか？なんか行き足から出足は結構仕上がってると思ってるんですけど。なるほど。今朝もう乗られてましたよね？はい、はい、朝スタート練習だけ行きました。はい、その感じも、まあ、変わりなく。そうですね、行き足は良かったですね。はい、じゃあもう今日は何も作業としては考えてらっしゃらないですかね、特には。はい、この後スタート練習してプロペラの微調整ぐらいで行くと思います。はい、今節スタートタイミングというのはいかがなんですか？うん、スローの方が分かりやすいんで、うん、はい、まあ用心してはいってますけど。はい、はい、じゃあもう今日もスローで行く予定ですよね、もちろんインからね。そうですねちらっと見ましたけど、はい、はい、じゃあ優勝に向けて最後にファンの方に意気込みをお願いします。はい、最後の新鋭戦になると思うんで、しっかり卒業し、優勝して卒業したいと思います。ご声援よろしくお願いします。はい、頑張ってください。篠崎選手でした。続いて2号艇茅原優希選手です。どうぞお願いします。優勝おめでとうございます。はい、ありがとうございます。ここまで戦ってきてエンジンの仕上がり具合いかがですか？はい、出足中心にいいです。うん、気になるところっていうのは？はないです。ない。はい、今朝本体見られてるようでしたけども、それはもうちょっと転覆してから、うんうん、一度もエンジンやってなかったんで、まあ、点検を兼ねて、はい、そうですね、綺麗にしました。はい、問題なかったですか？全くないですね。はい、全くない。なるほど。じゃあもうこの後の予定としては、はい、スタート特訓ぐらいですね。もうあとそれとプロペラしてぐらいです。うん、はい、はい、茅原選手はスタートは今節いかがですか？感通りいけてますか？いや、そんな感通りじゃないですけど、うん、でもまあそこそこはいけてると思います。はい、はい、さあ、茅原選手、今日の理想のレース展開とかありますか？そうですね、僕がスタートをしっかりいって、はい、でプレッシャー与えて、はい、昨日 の坂本さんみたいなレースすれば、はい、僕の方は出口を押す足があるんで、はい、る刺さると思います。なるほど。あ、篠崎選手一生懸命で聞いてなかったですからね。はい、はい、しっかりそのレースになるように頑張っていただきたいと思います。はい、最後にファンの方に向けて意気込みをお願いします。はい、優勝できるように頑張ります。応援してください。はい、ありがとうございます。さあ、続いて3号艇下條雄太郎選手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。まずは今節のエンジンについて聞かせてください。そうですね、だいぶ仕上がってはいるんですけども、うん、まあやっぱ 1,2 号艇と比べるとちょっと見劣りするかなって気です。どのあたりが、ね、伸びたまりちょっとずつですね。ちょっとずつなんか足りないかなと。はい、じゃあ今日は上積み測る作業というのは何かされますか？そうですね、まあペラを中心に一応考えてます。うんうん、なるほど。はい、朝乗られてみてもそんな感じでした？そうですね、まあ回転が上がってくれれば悪くないと思います。なるほど、なるほど。はい、下條選手、今節のスタートタイミングというのはいかがですか？そうですね、ちょっとまだつかめてない気はします。はい、じゃあそのあたりも練習しながらですかね。はい、スタレンでしっかりつかみたいと思います。さあ、今日3号艇ですけども、コースどんな風に考えてらっしゃいますか？そうですね、まあ、一つでもうちは欲しいです。なるほど。はい、そういう意気込みを持ってということですね。はい、では最後になりますが、地元ファンの皆様に意気込みをお願いします。はい、ちょっと元志くんのお尻はもう見飽きたので、
そろそろ前を走りたいと思います。応援よろしくお願いします。はい、頑張ってください。ありがとうございます。続いて4号艇桑原優選手です。お願いします。お願いします。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。はい、桑原選手、まずは今節の船足どうですか？気に入っているところ。わー、回り足はいいと思います、うん。まあ、ちょっと伸びは弱いんですけど。なるほど、はい、乗り心地は来ていると思います。乗り心地も来てる、はい。うん、今日の朝乗られましたもん。はい、乗りました。乗った感じもそんな感じでした。はちょっと回ってましたね。なるほど、じゃあそのあたりは、はい、もうペラで調整してます。はい、スタートはどうですか？スタートはそうですね、感動りいけてると思います。うんうん。そして4号艇、4号艇ですね、はい、ですけども、コースは、はい、主張していきたいと思います。うん、ダッシュのスタートも、はい、見えてます。なるほど。さあ、それでは地元大村での初優勝に向けてぜひ意気込みをお願いします。はい、すごい先輩方おられるんですけども、初優勝したいので頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。頑張ってください。ありがとうございます。さあ、続いては5号艇坂本博人選手です。優勝おめでとうございます。はい、ありがとうございます。まずは船足について聞かせてください。そうですね、もう昨日の後半乗るまでは本当ずっと乗りづらくて、うん、もうそこだけ求めてたんですけど、はい、昨日の順位は本当に乗りやすくなって、はいはい、足も自分的には満足してます。あ、もう言うことない。言うことないことはない、まあ、あの1、2号艇にはやっぱり負けるとは思うんですけど、はい、まあまあ、昨日の後半は一番良かったかなと思います。なるほど。じゃあ自分の中ではまあまあ納得のできる船足に仕上がってきたかなと。そうですね、乗りやすくなったんで、うんうん、本当にそこが、はい、良かったです。はい、今日はじゃあ何か作業というのは考えてらっしゃらない？もうプロペラのあと微調整だけです。なるほど。さあ、そして坂本選手、今節スタートタイミングはいかがですか？そうですね、3日目ぐらいからは見えてると思います、うん、なるほど、期待できますね。さあ、コース取りも含めて作戦というのは何か考えてらっしゃいますか？いや、特に考えてないですね。なるほど、もう出たとこ勝負 で、はい、展開とスタートと、はい、わかりました。それでは最後になりますが、ファンの方に意気込みをお願いします。はい、一生懸命優勝目指して頑張ります。頑張ってください。ありがとうございます。さあ、そして6号艇は宮崎進選手です。どうぞどうぞ真ん中までお越しください。はい、優勝おめでとうございます。ありがとうございます。さあ、宮崎選手、今節は2連対率 50% の60号機でしたけれども、はい、数字通りの動きしてくれました？そうですね、もう前傾からいい足やったなと思います。なるほど。特にここがいいというのは？そうですね、バランスが取れてるかなと思います、うんうん、なるほどなるほど。逆に気になるところっていうのはありますか？まあ、特に大丈夫かなとは思ってます。はい、今朝もう乗られましたよね。はい、はい、その感じも？そうですね、悪くなかったです。悪くない、はい、むしろ変わらずいい感じ？そうですね。なるほど。さあ、コース今日はどんな風に考えてらっしゃいますか？6号艇ですけども、まあ一つでもうちは欲しいんですけども、うんうん、まあ、まあ枠なりかなと。まあ枠なりかな、はい、その枠なりになったと想定しまして、スタート感というのはいかがですか？まあ、スタートもそれなりにいけるとは思います。はい、勘通りです。勘通り、なるほど、はい、ダッシュの足も問題なく。はい、はい、大村は前回も優勝されてますよね。そうですね、はい、はい、相性いい水面。そうですね、相性はいいかなと思います。はい、その相性のいい水面で初優勝に向けての意気込みをファンの方にお願いします。はい、まあ、一生懸命走ります。応援お願いします。はい、頑張ってください。宮崎選手ありがとうございました。じゃあマイクいただきましょうか。はい、じゃあちょっと前を通らせていただきまして、それでは改めて優勝戦に出場します6選手をご紹介させていただきます。皆さん盛大な拍手をお願いいたします。まずは1号艇篠崎元志選手、2号艇茅原優希選手、3号艇下條雄太郎選手、4号艇桑原優選手、5号艇坂本博人選手、6号艇宮崎進選手、以上6選手が本日の優勝戦を戦います。それでは選手退場、皆さん盛大な拍手をお送りください。選手の皆さん、ぜひ頑張っていただきたいと思います。ファンの皆さんもぜひ最後まで声援をお送りくださいませ。